音楽におけるトランスクリプションとは曲内視は音を不面に起こすことがあるあるいは不面に起こされたものであるまたトランスクリプションはある楽器のために書かれた楽曲を元の楽器とは異なる楽器での演奏用に再度書くこと書き直すことも意味しその意味では編曲とほぼ同義語であるトランスクリプションという概念はそもそもは トランスクライブという動詞つまり、文字などにするという意味の動詞があり、それから派生した名詞形であり、考えや音を文字や印刷などにしたものという意味の用語、書き起こすという行為を指す用語であり、かなり広い領域で使われている用語であり、音楽の領域では、一番目の意味としては譜面に書き起こしたものを指し、二番目の意味としてアレンジという意味で使われている。 語源としては、ラテン語の動詞、トランスクライバーや動詞から派生した名詞、トランスクリプティオがあり、それらの語がフランス語に入り、16世紀にフランス語から英語に入った。元のラテン語のトランスクライバーは、分解すると、トランスクリプションスクライブルという構成の語である。民謡、民族音楽などの音を聞いて、それを楽譜にすることは日本語では財布という。 この意味のトランスクリプションの例としては、バルトークのハンガリー民謡採集、ボーン・ウィリアムズのイングランド民謡採集のような、交渉民謡の音楽、民族学的トランスクリプションがある。またメシアンは野生の鳥の鳴き声をトランスクリプションして、ピアノのための鳥のカタログなどに取り込んだ。あるいは、楽譜を読んだり書いたりしないで、作曲活動をする人はおり、 こうしたミュージシャンの曲の音を耳で聞いて印刷された形に移すのはトランスクライバーの仕事である。セベラルアテンプッツ、ハブビンメ i ドアットオートマティックトランスクリプションオブ、ミュージック、モーストオブウィッチ i ハブクオリファイド、フォーサムワンズマスターズオア・ PHD、シシス、ハウエバー、A コレクションオブザツール c r e エ t テッドバイディス。 ongoing, research could be of great aid to musicians in general.musical recordings are sampled or at, a given, recording rate, common file formats for string, low sound on computers are wave and SND.each of these formats, represent sound by digital e-sampling, rates of 44100Hz are common. 音楽の自動寄附のためには、以下の問題が解決されなければならない。1、notes must be recognized.This is typically done by changing from the time domain into the frequency domain.This can be accomplished through the Fourier.Transform, computer algorithms for doing so are, common in signal processing, the first, Fourier transform algorithm computes. The frequency content of a signal.And is therefore very useful in processing musical.Exerps 2 a beat and tempo need to be detected.This is a difficult many fashioned problem.One attempt is recorded in this scholarly article.Simon Dickson citation.Hot AB Hot ABCDE Hot Cameo Lake Music. ミュージックトランスクリプションありがとうございます。